西ヶ丘、まあ、この試合のマッチスポンサーアミノバイタルの、まあ、セレモニーも行われております。最前線に32歳の池本、そして米本と梶山、この2人がどういった形で FC 東京 U23 中盤を締めてくれるのか、この一戦大いに楽しみです。 FC 東京は前節鳥取戦6対0の大勝ですが、そこからスタメンは6人メンバーが入れ替わりました。最前線でゴールを決めましたユインス、それから中盤の内田はベンチスタート、鈴木はドイツへ、最終ラインの小川亮也、岡崎、山田もドイツ遠征に帯同しました。FC 東京のトップチームはドイツで、アウクスブルク、それからマインツと、日本人に馴染みのあるクラブ、まあ、もってばマインツは、まあ、日本人プレイヤーが所属しているチームとの試合を行って、まあ、帰路についているという状況です。では改めて両チームのメンバーとフォーメーションです。 FC 東京 U23 です。ゴールキーパー広瀬、最終ラインはこんな形、他には坂口、長谷川、左に草積、梶山と米本がバランスを取って、小林寛、久保建英、品田と入って、最前線に原太一です。前節2ゴールをマークしました原が最前線に座って、 4-2-3-1 の布陣が予想されています。 FC 東京 U23 です。今日の審判団です。主審は大谷満さん、アシスタントレフェリーは金継雄之介さんと手塚優さん、第4の審判員は平松大輔さんです。大谷さんは今シーズンはこれが7試合目となります。主審としましては通算では15試合目です。一方の北九州です。こちらは琉球戦と同じスターティングイレブン、そしてフォーメーションが予想されます。キーパー山岸、そして福森、利根、加藤、貢献、浦田の4バック、井上と川島が両サイドハーフ、内藤と花井翔の中盤センター、そして池本と水永の32歳ベテランの2トップです。昨シーズンの途中から指揮を取っています中村忠監督です。トップチームのアシスタントコーチも兼任していますけれども、現役時代は読売クラブ、それからヴェルディでのキャリアが長かった方です。そのヴェルディでも7年間、育成組織のコーチを務めてこられましたが、この FC 東京でも育成組織今指導して6年ということになります。この東京でのライバルチームで、いずれも、まあ、育成、まあ、こちらに、まあ、心血を注いでいらっしゃる中村忠監督です。北九州のエンジンもほどけました。前期は北九州が1対0で勝利、 FC 東京 U23 はドイツ遠征あるいは U20 日本代表の活動で、いつものメンバーがかなりチームを離れています。45番最前線、3節前の首位秋田戦でも同点ゴール、 J 初ゴールを決めて、前節も2ゴールの18歳原、187センチの超ストライカーです。今前半戦がスタートしました。右から左に攻めていきます FC 東京 U23、 左エンドアメーのギラバンツ北九州です。少し最終ラインから長いボールを蹴り合って、ヘディングで弾き返したのが昨日トップ登録されたばかり医師登録です、17歳の草積、右に流れて池本がボールを収めます。草積がチェックに行きました。落ち着いた形でボールを取り返して前線にフィード、最終ラインは加藤貢献と利根がセンターバックコンビを組んでいます。そしてボールを拾いに戻ってきて、花井から縦につけます。右から井上、クロスを逆サイドに上げていって、でここに池本と水永が入っていきました。北九州です。右サイドからクロスを上げたのが10番の井上です。まあ、セレッソでプレーしていましたが、2013年途中から北九州で期限付き、その翌シーズン2014年から完全移籍で北九州でプレーをしています。一方のこちら原田武雄監督です。今シーズンから指揮を取っています。J21 シーズンでの復帰、史上命題、原の少し腕が入ったような形になりました。顔の側面を押さえて倒れているのが利根です。まあ、利根も関東のクラブで言いますとヴェルディでプレーしていた時期がありました。そこから名古屋、長崎と渡って昨シーズンから北九州でプレーをしています。ハイボールを競り合いに当たりまして、原太一の、まあ、右腕が少し利根の顔の左側に入りました。
このところは刀根と加藤光健が最終ラインセンターでコンビを組んでいます。まあ、ホームゲームでは8試合を戦って16勝、6勝1分け1敗16得点7失点と非常に安定したゲーム運びを見せてきた北九州なんですが、アウェーですと1勝2分け5敗です。5得点8失点なかなか点が取れていません。リスタート山岸からのロングフィード水永が競ります。スカンドボール梶山がヒールで前線に送りました。そして米本、この中盤のセンターベテランのコンビです。草積が行きます。後ろから3番の福森が上がってきました。今日はセンターでプレーしてスッと左にスライドしてきたのが32番の坂口です。この坂口が左センターバック、右センターバックが49番の長谷川です。井上が粘ってボールキープ、花井がサポートです。一旦下げて花井と内藤、内藤は最終ラインまで下げて戸根、そしてボールを受けて加藤です。まあ、本来中盤のセンターが主戦場の加藤光健ですが、このところは最終ラインでプレーをして、まあ、そのロングフィードも、まあ、チームに攻撃として味を加えています。前線で体を張った水永が後ろからチャージを受けて、ここで北九州のリスタートに変わります。ここは後ろから長谷川が少し厳しくいきました。JFL 時代はシーズン5回の2桁得点をマークしている水永です。長崎、金沢、そして今シーズンから北九州とキャリアを積んできました。右足ですと井上、左足浦田、まあ、こういった正確なボールを蹴ることができるフリーキック、セットプレーのキッカーがいます北九州です。ただ浦田はボールから離れました。ボールサイドには井上と川島です。壁の位置に指示を送る広末です。2試合連続のゴール守っています。壁に2人選手を入れている北九州です。直接行った、コーナーキックに変わります。川島が左足で直接狙いました。壁の外から低く巻いてくるようなボールでした。キャッチに行った広末がこぼして、最後は詰めてきた加藤でした。前半1本目のコーナーキックに変わります北九州です。立ち上がりの5分圏内、セットプレーから今シーズン10ゴールをマークしていますが、これはリーグで3番目に多い数字の北九州です。加藤光健の左足ヘディング、水永飛び込んできました。フリーで入ってきました水永です。合わせれば決定機というシーンでした北九州。川島がもう一度浮かせたボール、トネがもう一度ヘディングでここは弾き返します。ちょっとここはボールが落ち着きません。そして左から浦田縦に出します、中には井上が入っていました。前線でここでボールを収めます。久保、やはり足元技術があります。今のコントロールでもスタジアムを沸かせました、井上がディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここはちょっとボールには触れませんでした。キーパー広末から、この試合が初出場になりました草積です。左サイドバックの草積は FC 東京 U15 深川から FC 東京 U18 所属、昨日トップチームに登録が発表されました。二種登録が発表されています。この試合が初出場です。最終ライン右センターバックの長谷川から梶山がワンタッチ、右は岡庭です。長谷川は一旦キーパーまで戻します。広末です。ここは最後尾で少しつなぎながら、まあ、自分たちのポゼッション、左高い位置を取った草積を狙った縦パス、カットして井上です。立ち位置井上が右、そして左が川島、井上ここはキープしながら、水永へのパスを狙いましたが、ちょっとここは意図が合いませんでした。この人も動きながらボールがさばける井上です。そしてこちらが広末19歳です。
FC 東京の U15 深川から FC 東京 U18 昇格はなりませんでした。まあ、そこから青森山田に行きまして、そして、U18 高円宮杯プレミアリーグ、それから、まあ、高校選手権での優勝ということで、まあ、大きく飛躍してこの FC 東京に今シーズン晴れてトップチーム加わりました。米本が行きます。ここはさすがのボールダッシュを見せようというところでしたが、もう一度ボールポゼッションして北九州です。右高市福森、そしてスペースに流れていきます。池本が行きましたが、ここはセーフティーに切っていきました坂口です。水永ワンタッチ、もう一度水永預けて花井、福森も高い位置です。少しためを作りながら花井、福森、右に流れた内藤、川島です。受けて花井、裏へ出てきたチャンス、川島右足で折り返す、なんとディフェンスプレーヤーに当たってちょっとコースが変わりました。右の裏のスペースに顔を出しました川島です。プロのキャリアは鹿島でスタートしましたが、鹿島でのトップの出場はありませんでした。山形での期限付き移籍などもありましたが、2014年から北九州でプレーしている川島です。コーナーキックは井上、抜けてきた、セカンドシュート、放ないポスト、ゴールイン、先制北九州、開始9分セットプレーのセカンドボール、花井が左足で狙いました、右のポストに当たってインゴールに吸い込まれました。北九州先制、開始早々に先手を取りました。井上のアウトスイングのボール、このボールが抜けてきて、そしてこぼれ球花井、勝山の頭にフリックして抜けてきたボール、利根が触って長谷川に当たってこぼれたボールを花井がダイレクトで左足、これが右のポストの内側に当たってインゴールに跳ね返りました。早い時間にゲームが動きました。開始9分北九州が先制です。まあ、まずはここの局面で後手を引かないように、まあ、そして後期はとにかく結果が求められるということで、まあ、大事な後半戦の初戦ということを言っていました原田武雄監督、北九州です。久保が触ったボール左にこぼれて久住が行きます。福森が蹴り返しました。最前線水永、坂口も突きに行きます。坂口が倒れていますがプレー続けます。今度は左から浦田、裏を狙った、池本が裏を狙いました。そして倒れて、今度は頭を押さえて倒れているのは米本です。ここでのシーンで水永の頭が米本の頭に当たりました。ここです、右の側頭部に当たったような形になりました。まあ、今シーズン途中にこの J3 リーグのプレーで復帰してきました米本です。4月30日の長野戦以来となります。 J3 は今シーズン3試合目です。まあ、慎重にプレー時間を増やしながら、まあ、ルヴァンカップ、それから7月8日の J1 鹿島戦ではフル出場を果たしました。レフェリーボールからゲーム再開です。まあ、早くも1点を追いかける形になりました FC 東京 U23 です。 FC 東京 U23 も、まあ、この西ヶ丘それから夢の島で、まあ、前期ホームゲームを戦いましたが、ホームはトータルで8試合を戦って2勝1分け5敗と、ちょっとあまり芳しい成績は残せませんでした。5得点15失点です。こちらが北九州、ゴールを決めた花井翔です。花井の得点は前々節5対1で勝った盛岡戦以来、今シーズン4ゴール目となります。
あの時も1点を先行されながらセットプレーから詰め込んで同点ゴールをマークしたのが花井でした。裏に抜けて原太一、原が行きます。ついていった加藤光健です。北九州ボールのゴールキックに変わります。まあ、前線でのボールの収めどころ、起点になることが期待されます原太一です。そしてついていった加藤光健、京都や富山、群馬でキャリアを積んで一昨年から北九州でプレーをしています。28歳です。まあ、中盤でさばけるプレイヤーですが、まあ、このところは最終ラインでもプレーをしています。そして山岸です。山形からのローンプレイヤー、39歳のベテランキーパーです。坂口がこちらも少し長いボールを蹴り返して原を走らせます。トネと加藤の対応、加藤に少し後ろから手を使って原が掴んでいきました。これ笛が鳴っています。まあ、原は3節前の首位秋田戦で同点ゴールをマークして、これが J 初ゴール。前節の鳥取戦でも2ゴールをマークして、まあ、ここまではシーズン3得点です。このところ点が取れるようになってきました。久保建英のチェイシング、山岸はここはセーフティーに蹴っていきます。井上後ろから草積み、小林寛も行きました。最終ライン坂口、長谷川です。まあ、前節の FC 東京 U23 は最終ラインは坂口、山田、岡崎、小川という4バックでした。まあ、途中から3バックに変えながら小川を高い位置に出したりとしまして、まあ、結局終わってみれば6得点という大勝でした。ユンスのゴールで先手を取った28分から2点目を取るまでが少し時間がかかりましたけれども、さあここは行く、品田、そして小林寛も行きました。最後はゴールキックの判定です。小林寛はこれが J3 リーグ今シーズンは14試合目の出場です。前節の鳥取戦に続いて2試合連続のスタメン出場です。していてもまだ汗が吹き出してくるような少し蒸し暑い気温コンディションとなっています。夕方の5時を回っています。この西ヶ丘です。少しまた日が差してきました。右サイドにこぼれたボール、井上、福森が行きます。小林寛を剥がして中へ、花井がワンタッチ、ちょっと足を滑らせた梶山ですが、ここは落ち着いて久保に預けます。久保から今度は右サイド、品田が縦に入れたボール、最前線の原太一とはちょっと呼吸が合いませんでした。開始15分です。前半の9分に花井のゴールで先制しました。アウェーのギラバンツ北九州、まあ、何はともあれアウェーでの成績改善が J2 復帰に向けての重要課題となってきますが、幸先よくアウェーで先手を取りました。後ろから浦田のサポート、水永シュートだ。最後は井上、水永の落とすから最後は井上のフィニッシュです。まあ、1試合平均のシュートの数11本は J3 リーグで前期トップでした北九州です。クロスの数1試合平均18本もリーグ3位、敵陣のペナルティエリア内でのプレー回数20回もリーグ2位と、それからスルーパスの成功率 55% もリーグトップということで、まあ、オフェンスのレーティングは比較的高い数値を示してきました前期の北九州です。まあ、原田監督は前半戦を振り返ってゲームの中身としてもある程度自分たちのやりたいサッカーができたと思うと、ただ最後の決定力の部分を考えるとリーグ前半戦は少し低かったかなというふうに振り返りました。まあ、前節の琉球戦もチャンスはたくさん作りましたが、結局は0対0のゴールレスドロー、最後の質の部分と最後の仕掛けの部分でうまくいかなかったというふうに反省のコメントを出していました。まあ、それでも21得点、まあ、今日の22点目が入りましたけれども、前期の21得点はリーグ3番目の数字です。
米本が行きます。裏に流して原が行く。原には加藤がしっかりとマークをしています。今日はこのマッチアップが多く見られそうです。前線の起点になる動き、あるいは裏に抜けるこの原の動き、ここを加藤がしっかり見ています。昨シーズンは J2 リーグ最下位の22位で残念ながら降格。三国ワールドスタジアム北九州、新スタジアムのこけら落としを J2 リーグで迎えられなかった北九州です。それだけに早くこのやはり J2 復帰して新スタジアムでのシーズンを送りたいという形。前期は8位でした。上位2チームが自動昇格になるというレギュレーションになりました今シーズンの J3 リーグです。水永セカンドボールを拾って花井、受けて内藤、左のサイドバックは浦田です。川島と浦田、レフティが左サイド縦の関係です。ここは少しポゼッションをしながら、川島もここはボールを受けます。花井から裏へ池本、池本ワンタッチのコントロール、あるいはその前後からディフェンスと駆け引きをしています池本。ついていったのはこの坂口です。コーナーキック左サイドから浦田が蹴ります。ジェフの下部組織、育成組織出身です。前節対戦した FC 琉球で昨シーズンは期限付きでプレーしていました。今シーズンは北九州でこちらも期限付きでプレーをしている浦田、まだ20歳のプレイヤーです。浦田の左足低いボール、ニアサイド、花井、もう一度トネが浦田に預けて、中人数が揃って低いボール、低く速いシュート性のボールを入れてきました浦田です。まあ、この浦田と FC 東京 U23 キーパーの広瀬は年代別の代表でもまあ一緒にプレーをしたことがあって、そのあたりは楽しみにしていると、まあ広瀬あたりはコメントしていました。浦田のコーナーキックが続きます。北九州アウトスイングのボール、今度は高いボール、ニアへ流れたボール追っていって、ここに追いつきました。岡庭が追いついて、4試合ぶり出場の岡庭から縦をついたボールですが、久保には収まりません。今チェイシングに行っている久保もこれが J3 リーグ7試合連続のスタメン出場となります。ただこのところの6試合連続で出ているスタメン、まあ、この試合ではゴールは取れていません。オーバーラップの福森にはこのボール合いませんでした。この福森は FC 東京 U15 深川、それから FC 東京 U18、 この育成組織出身、フルス対戦となります。鹿屋体育大学を経て昨シーズン北九州に加わりました。東京の江戸川区出身です。そういえば前期の10節のこの水永の得点もこのフルス対戦福森がアシストしていました。ちょっと流れたボール、右のサイドバックを今日務めている岡庭が追っていきました。右のサイドハーフの品田が少し裏をつくような動き、フリーランを見せましたが、そこには出てこず梶山、岡庭、もう一度最終ライン、最高位まで米本が落ちています。広末、 FC 東京 U15 から青森山田でこのフィードも非常に磨いてきました。少し開いて坂口、米本です。2センターバックの間に米本が落ちてきて、今後ろ3枚のような形、両サイドバックを高く張り出しました。右から岡庭、品田もサポートに出ていますが、岡庭がここが仕掛けます。岡庭と浦田のマッチアップ、岡庭ここは浦田が体を入れました。最終的にはアシスタントレフェリーがファールのアピール。この1対1のところで負けてはいけないと、後手を引いてはいけないということを原田監督が強調していました。
17歳の岡庭と20歳の浦田のマッチアップでした。前半の半分ぐらいまでやってこようとしています。まあ、今日は5時を過ぎてもまだ33度を超えているという気温ですので、飲水タイムが設けられるということも決まっています。トネが行きました。少し足が高く上がった原です。両チーム通じて最初のイエローカードがその原に出ました。原太一は今シーズン初めてのイエローカードです。バウンドボールに頭でいったトネに対してその頭のところ少し足が高く上がってしまった原です。FC 東京は前節は鳥取相手に6ゴールをマークしました。花井が出てきたところです。まあ、その6得点を加えても前期は16試合で16得点、まあ、すなわちそれ以外の15試合で、まあ、トータル10点しか取れなかったという形になります。まあ、少し点を取るのに苦労した、まあ、前期の FC 東京 U23 でした。まあ、この辺りは毎試合、まあ、下部組織、まあ、育成組織のチームということもありましてメンバーがかなり入れ替わります。オーバーエイジのプレイヤーが調整も兼ねてやってくるということもありましてなかなか固定したメンバーで戦うということも、まあ、なかなかできないというシチュエーションでもあります。得点力はなかなか上がってきませんでした。そんな中でも前節は6ゴール28分にユインスのゴールで先手を取って後半の55分にセットプレーから山田の得点で2点目80分を超えてから4点をアディショナルタイムを含めて積み重ねまして結局6ゴールということでこの J3 リーグにおきましてはチーム歴代最多の得点をマークした FC 東京 U23 です。まあ、後期にそのあたり弾みをつけたいもう少し後半戦は点を取りたいという FC 東京 U23坂口からサイドを変えたボール岡庭が行きました。ワンアップした草爪が粘ってコーナーキックを取りました。昨日トップチーム登録が発表されました。韓国のウルサンヒュンデに移籍しました阿部拓磨がつけていた44番をつける形になりました。この草爪です。まだ17歳です。昨日7月21日にトップチーム登録が発表されています。 FC 東京のコーナー FC 東京 U23 のコーナーキックです。ボールニアサイド、手元の時計では25分から26分ですがここで給水タイム飲水タイムが設けられます。1分間の飲水タイムを行います。お客様におかれましても熱中症対策のため前半の9分に花井の得点で北九州がリードしているここまでの前半です。コーナーキックから流れてきたボールこのダイレクトで左足そんなに簡単な体勢ではありませんでしたけれどもコントロールしたシュート右のポストの内側に当ててでこれがインゴールに吸い込まれました北九州の先制ゴールのシーンでした。まあ、この花井もグランパスの育成組織出身、
まあ、非常に期待を集めていたタレントです。その名古屋のトップチームから徳島、それから長崎を経て昨シーズンから北九州に加わっている26歳になった花井翔です。今シーズンこれが4ゴール目となりました。非常にボールがさばけてディフェンスラインとそれから攻撃、まあ、これをつないでくれるタレントです。久保建英は16歳になりました。7戦連続のスタメンとなります。 U20 のワールドカップにも参加しました。まあ、従いまして10節のこの北九州とのゲームは久保は出場していませんでした。さあ飲水タイムが終わってゲームが再開しています。裏を突こうとした池本ですが笛が鳴っていました。今シーズンここまですでに10ゴールをマークしている池本です。前半戦は16試合全試合に出場しました。4戦連発なども含む10ゴールをすでにマークしています。非常に決定力のあるプレイヤーです。今シーズンからキャプテンにも就任しましたがプレーで引っ張りたいということを言っています。浦田がカットして、オーバーラップしたオカニアが絡んでいきました。この31番のオカニアは4試合ぶりの出場、17歳です。オカニアも含めまして8人のフィールドプレイヤー FC 東京 U18 のプレイヤーが並びました。中盤のセンターに梶山と米本のオーバーエイジの2人、経験のあるそのダブルボランチがこのフィールドプレイヤーたちをまとめます。品田は少し後ろを向きながらボールを持って岡庭に預けました。もう一度品田から岡には心を受けてキャプテンマーク梶山です。最終ライン坂口、小林寛が降りてきましたがタッチライン際草積、47番が今日は中盤の左に入っている小林寛です。スタメンの平均年齢は 19.55 歳の FC 東京 U23、 対する北九州はスタメンは 28.45 歳という平均年齢です。少し流れたボール、梶山がワンタッチで戻します。もう一度最終ラインから作り直します。久保建英も降りてきましたが梶山からその久保ワンタッチ、高い位置で取り返して北九州、池本、花井のパス、米本が触りましたがもう一度トネ、一つ原の頭の上を越して左の浦田です。かなりこの19番の川島も左足ボールを受けに行きます。トネから縦をついたボール、サビのパス、水永が追っていきます。もう一度トネ、ここに川島、花井は後ろ向き、後ろから米本のチェック、久保が行く、久保建英、ここも雰囲気は見せました。久保がゴールを決めたのは4月の15日のセレッソ大阪 U23 とのゲームです。4月の15日でした。もう従いまして3ヶ月以上ゴールがないという久保です。ただ前節のゲームもそうですけれども、まあ、非常にゴールに向けては積極的な姿勢は見せています。ミドルシュートも多く放っている久保です。花井翔、縦、水永、バックヒール、
通りのプレッシャーを受けてちょっとここは前につなげませんでした。今度は体を入れた小林寛、取り返して福森、前半は32分を回っています。もらいに来た花井、米本ともつれて倒れましたが笛はなりません。久保が運びます。久保が行く、久保が行く、緩急をつけながらまた抜けて久保、川島がついていくが久保がここまで運んで入れてきた、チョーク 60m 70m ほどドリブルで運んだでしょうか。久保がかなり長い距離をドリブルで運んでいきました。さあ今度入れ替わって池本、水永、内藤です。ワンタッチで左、オーバーラップの浦田のクロス、坂口が落とした、水永が行きました。浦田、いい流れを作って左からのクロスにつなげました北九州です。さあ今度は FC 東京 U23、 小林寛から久保、先ほどは長い距離のドリブルを見せました。草積から預けて内藤、池本、坂口のチェックを外してボールを運びます。池本のシュート、ここもキャッチしきれませんでしたがここは事なきを得ました広末です。ドリブルで運んで、右に流れた水永も見ながら最後はフィニッシュを選択した池本でした。梶山から心よけます。久保から裏へ、池本、長谷川のチェックはノーファウル。品田です。小林寛、他には久保がゴール前手を挙げています。ヘリング、最後は原のヘリング、ディフェンスの間で低いクロス頭で合わせました。原太一、先ほどの岡庭のクロスから原のヘディング、原とそれから手を挙げて入っていきました久保建英が待っていました。この時計では前半残り10分です。梶山、品田が溜めて小林寛、そしてまた岡庭のオーバーラップ、ゴール前には原太一、左足でのクロス原の頭の上、今度は持ち直して左足でクロスを入れました岡庭です。岡庭シュートはこれが11試合目の出場です。4試合前の夢の島で1対6大敗した沼津戦、終了間際の7分間のプレー以来となります。4試合ぶりメンバー入り、そしてスタメンです。岡庭のスタメン出場は6月3日のガンバ大阪 U23 との対戦以来となります。そして左のサイドバックは草積、池本、浮かせて右から川島、小林寛のディフェンスです。ここは少し強くいきました、ただ失わずに福森に預けます。久保もディフェンスに参戦しました。結局 FC 東京 U23 ボールのスローインです。梶山がワンタッチでリズムを作ります。うまくスペースを使いながら米本運んで、そしてもう一度梶山へ、
さらに右からさあクロスが入ってきた中3枚ヘリング落としてシナダが落としたボール中で2人待っていました FC 東京 U23 いい形でした FC 東京 U23 ここもオーバーラップした岡庭のクロス中には3人待っていましたが大外のシナダが落として原がいましたがここはよく利根が対応しました。品田もこれが6試合連続のスタメンとなります。品田真奈斗これが今シーズン9試合目の出場です。まあ、前半戦の途中からはしっかりとこの J3 リーグで出場機会を掴んでいます。原後ろから加藤梶山が落として小林寛が失ったボール花江から水永後ろから小林寛のファールです。やはり玉木は体の強さがありますこの水永です。場所は違いますけれども前半一つフリーキックは左足、まあ、川島が壁を巻くようなボールで狙っていきましたが、まあ、ここはボールサイドには井上と浦田が立っています。川島は右のスペースにフリーでボールを受けるべく立っていますが浦田が左足合わせに来ました。ディフェンスの裏出てきたキーパー直接広末がキャッチ。アンダーの年代の日本代表で、まあ、一緒にプレーしていたということで試合できるのを楽しみにしていたという広末です。広末と浦田です。まあ、梶山が受けてワンタッチで落としたりしながら、まあ、少しずつ周りのプレイヤーもいいポジションを取れるようになってきました FC 東京 U23。ボールコントロールが落ち着いています花井です。利根から戻して山岸左に展開浦田川島です。浦田レフティの左、まあ、ここは縦関係です。花井が受けます。ワンタッチで内藤へ、まあ、こうしてつなぐときもつなげます。ギラバンツ北九州です。そしてここで中で受けて池本、池本がもう一度行きます。拾って右から福森、ダイレクトで中に戻しました福森です。花江が行きます。久保のディフェンスでした。小林寛と池本アドバンテージを見ています。小林寛から裏へ花が行きます。原と利根、先に利根がここは体を入れました。落ち着いて味方につなげます。実に落ち着いた利根の対応でした。手元の時計では前半5分を切っています。スペースへ井上、水永へ、水永チャンス、井上、池本、池本、池本だ。ディフェンス寄せてきましたが少しループ気味浮かせたシュートを狙いました池本です。ワンタッチでこの草積みを外して、まあ、そして長谷川の寄せも感じながら少し浮かせたシュートを狙いました池本です。
5点を取りました盛岡戦でも、まあ、キーパーの位置をよく見てそのキーパーの頭越しのシュートを2点決めていました池本でした。後ろから福森、フルス対戦です。福森が行きます。福森、竹をついてスローインです。北九州ボールです。 FC 東京の育成出身の福森、23歳です。井上、チャンス入れてきた。井上のクロスは少し浮いてしまいました。中にはニアに池本、ファーに水永が待っていました。追いかける展開の FC 東京 U23 です。前半のうちにもうワンチャンス、ツーチャンス作りたいホームチームです。比較的、まあ、ホームでは結果が残せなかった前期ホームゲームはわずかに2勝でした。1分け5敗です。中で受けて久保、米本から鹿島、岡庭に預けます。久保、梶山、降りてきた米本、坂口から草積、後ろにポジションを取りながら米本、久保は右に少しポジションを取っていました。内藤に梶山が詰めていきました。加藤光健、左足から縦、ここも加藤が行きます。流れたボール、内藤、福森、花井、ワンタッチ、井上、井上は中にコースを取って花井にスイッチ、花井、花井、水永チャンス、水永キーパー、反転してのシュートはキーパー広瀬の正面をつきました。至近距離からの強烈なシュートでした。うまく井上と花井が絡みながら、まあ、ここは崩して最後は花井から水永、前半アディショナルタイムは2分です。立ち上がりに戸根で途中に米本が倒れたシーンなどもありまして少し時間を取りました。前半のアディショナルタイム2分という表示が出されました。先制ゴールもこのコーナーキックの流れからでした。井上の右足、後ろから拾って内藤、まだボックス内6人残っています。コーナーに変わります。北九州のセットプレーが続きます。 FC 東京はここは要警戒です。コーナーキックはこの井上の右足で抜けてきたボールがこぼれて、で花井がこのこぼれ球を左足ダイレクトで右のポストに当てたシュートを決めました。開始9分のシーンでした。ここも左のポスト、まだある、中に寄り返す、花井、花井、花井が入れ替ったチャンス、花井浮かせた、プッシュ、キーパー、最後は浦田のプッシュ、よく止めました広末。年代別の代表での領有です。こ
ここは至近距離から、まあ、これも加藤のヘディングが左のポストで中を折り返したボール、この花江もよくキープしてで相手に寄せられながら、これ原をよくかわしてゴールライン際からマイナスの折り返し、当たってコースが変わったボール浦田が詰めましたが、至近距離から広末よく止めました。北九州にしてみれば決定機でした。草積みを呼んで注意を与えます。大谷出身です。ここはしのぎたい北九州。来たか、うん、金井の折り返し、その前にゴールラインを割っていました。ここを FC 東京 U23 がしのいだところで前半終了のホイッスルです。今日最前線の原、ちょっと前半戦は前線で起点になりきれませんでした。前半の9分に背番号20花井翔のゴールが決まって、ギラバンツ北九州が1点をリード。どちらかというと U23 のメンバーを予想するというよりも自分たちのサッカーをしっかりとやりたいとこういうこと、自分たちがどういうサッカーができるかが鍵であるということもこの一戦に向けてはコメントしていた原田監督です。後半戦はエンド変わって左エンドに FC 東京 U23、 右から左に攻めていくギラバンツ北九州ボールのキックオフで今後半戦が始まりました。最後尾から加藤光健、右足でロングフィード、水永の頭フリックして裏にこのセカンドボール持っていきました。池本一旦戻します。福森中で内藤がボールを受けます。またここで受けて井上、もう水永はゴール前にポジションを取り直しています。一度ディフェンスラインにボールを下げました。福森から裏へ花井、オンサイドチャンス、花井が浮かせたボール、水永の立ち上がり3列目の花井が裏をついてチャンスを迎えました。北九州です。中は水永とそして池本が入っていました。水永が潰れて最後は池本が逆サイドから詰めていました。まあ、前節の鳥取戦は少しずつ選手たちがまあコミュニケーションを取りながら、まあ、試合中の相手へのプレスのかけ方、まあ、この辺りを修正してくれたということを中村忠監督は言っていました。 FC 東京 U23 です。前線のプレスから、まあ、そこから中盤のポジショニング、まあ、さらにこの辺りで限定することによって最終ラインが非常に守りやすくなっていったんだというふうに振り返っていました。この試合もしっかりと後半修正して、まあ、ここから逆転に持っていくことができるかどうかというホームチームです。一方の北九州はしっかりと早い時間に追加点が欲しいところ。オーバーラップ岡庭です。岡庭のクロス流れてきた、うん、ニアで触った小林寛。前半から何度かこのオーバーラップからクロスを入れてチャンスシーンを作っていました。岡庭です。で触った小林寛、ここも岡には品田が右のスペースに顔を出しましたが、一旦後ろ長谷川ワンタッチ、米本、ここは2トップがパスコースを限定しに行きます。北九州、品田、米本、縦をついて久保、ちょっと利根がここは厳しくいきましたが、久保はしっかりと体を当てながらボールをキープしました。米本、梶山を経由して右を使うように見せながら梶山ドリブルで上がってファールをもらいました。右にさらすように見せながら、前半はあまり使わなかったこのドリブルでの持ち上がりを見せました梶山です。
ちょっと後手を引いた対応の花井の足が斜め後ろからかかって FC 東京 U23 セットプレーのチャンスを迎えました。後半の立ち上がり4分です。十分直接狙える位置からのセットプレー、ボールサイドにはご覧の通り品田と久保建英です。ゴールを守る山岸、39歳になりました。品田かそれとも久保か、品田の右足リフレクションあってコースが変わりました。浦田の顔に当たりました。ちょっとまだ浦田が起き上がることができていません。壁をつけて5人立たせていたビラバンツ北九州、その、まあ、品田村を見て一番右端飛んだ浦田の顔に当たりました。直接フリーキックです。起き上がりました。ジェフの下部組織出身の浦田は20歳のプレイヤーです。FC 東京コーナーキック後半1本目、今直接フリーキックを狙った品田が蹴ります。高いボールファーサイドへ、出てきたキーパー山岸がしっかりキャッチ。最前線には池本で、袖から内と増していきましたが、山岸はこのタイミングでキックしました。入れ替わって池本、うまい駆け引きから右のスペースに流れていきます。ただここは米本が蓋をしました。しっかりといろんな駆け引きをしながら裏のスペースを狙っていますこの池本です。池本に関しましては前期はオフサイドの数がトータルで14回、取られた回数が14回、これはリーグ全体で2番目の数字というのが出ています。まあ、必要に動き直しをしながら裏のスペースを狙っている、いろんな駆け引きをしている池本です。その池本、川島も行きますがここは品田預けて右サイドバックの岡庭、裏を刺した品田ですがここは出てきませんでした。米本に預けて、ここは一旦スローダウン、後ろから長谷川、梶山ワンタッチ、久保もワンタッチ、ここはちょっと戻りながらのボールになって岡庭です。少しパスがうまくいかずに天を仰いだ久保建英、前半が終わっての両チームの監督のコメントが届いています。まず FC 東京 U23 のギラバン、中村忠監督です。チャレンジ&カバーを続けよう、サイドから積極的に行こう、そして絶対に勝ち点3を取るぞと声をかけて選手を送り出しました。一方のギラバンズ北九州原田武雄監督、テンポを上げて自分たちのリズムでボールを奪ったら前に、しんどいけどやるんだ、勝つんだというふうに選手たちに声をかけました。倒れている水永です。今も前に前にボールを運んで、そして球際でもしっかり体を張りました水永です。まあ、前期の3得点は少し自分としては不甲斐ない数字だというふうに振り返っています。品田の左手が顔に入りました。品田にイエローカードが出ています。品田真奈は今シーズン累積この J3 リーグでは2枚目のイエローカードとなります。この暑い中でも、まあ、少し頑張ってテンポを上げていこうということを言っている原田監督です。
前半もコーナーキックから何度もチャンスを作っていた北九州です。ここもセットプレーのチャンス、井上とそして浦田です。右足井上、左足浦田、井上の右足ファーサイド、ファーサイド大外走った戸根の折り、あっと拾って戸根中へチャンス、はない、うん、ゴールキックが素早く繋いだところ、ちょっとここは隙が出ましたよ。 FC 東京 U23、 中盤のセンターで加藤光健が倒れています。顔を押さえていますが、ここは久保は一旦ボールをタッチに蹴り出しました。ちょっと広末が味方に、まあ、最終ラインつけたボール、これを戸根がカットして、まあ、そこからの展開ちょっとバタバタしましたけれども、まあ、そこからの一連の流れの中でボールと関係ないところで加藤光健が倒れていました。まだ起き上がることができていません。ここです。これがちょっと味方が見ていなくて戸根に拾われて、ちょっと FC 東京 U23 はバタバタしました。ここをもう一度つなぎ直しましたが、まあ、このタイミングでもう倒れていました加藤です。北九州ベンチからスタッフが駆け寄って今様子を見ています。ああ、これ主審の大谷さんにぶつかったんですね。そして倒れました。広末が短く味方フィールドプレイヤーに預けようとしたボールをちょっと味方が見ていなくて、でこれを北九州の戸根がカットして、また攻守が切り替わろうとしたところ、加藤光健はそのボールのあたりを見ながら、あ、少し自陣に向かって走っていたんですが、大谷主審に少し強めに接触しまして、それで倒れました。まだ起き上がることができていません。ちょっと心配です。少し長めに試合が止まっています。全く見えていないところで、見えていない角度でぶつかりました。ついにはストレッチャーが運び込まれました。あー、ちょっと加藤はプレー続行は難しいようです。今交代用紙が北九州ベンチから渡されました。ディフェンスプレイヤー西島が加藤に代わって入ってきそうです。首を動かせないような状態で今ストレッチャーに乗せられました加藤です。まあ、少し意外な形で後半のしかも早い時間帯に1枚目の交代カードを切らざるを得なくなりました北九州です。まあ、しかもディフェンスのプレイヤー頭首を固定しています。で代わって入るのは西島です。まあ、怪我もありましてメンバーを外れていましたけれども、6月のあたりはメンバーから外れていましたが、7月になって復帰してきました。ベンチ入りこれが3試合連続 でこれが復帰戦ということになります。5月28日のホームでのこの FC 東京 U23 とのゲームで、続く沼津とのアウェーゲーム、ここは2試合連続でスタメンフル出場していた西島です。そこから怪我があって
で戻ってきました西島が復帰戦となります。およそ1ヶ月半ぶりのピッチとなります。西島はそのまま最終ラインに入りました。右センターバックが戸根、左センターバック西島が並んでいます。後ろ4枚4バックは変わらずのミラバンツ北九州です。こういった形で先に交代カードを切ったのは北九州でした。戸根がもう一度行きます。小林寛に少し後ろから強く当たりました。戸根です。笛が鳴って FC 東京ボールのリスタート。西島は広島をスタートしまして神戸、札幌、徳島、横浜 FC とクラブを移って2015年から北九州でプレーをしています。こちらももちろん大変経験豊富なプレイヤーです。抜けてきた、山岸のビッグセーブ。最後は長谷川が合わせました。品田の右足から難しいバウンドでしたけれども長谷川が合わせて、ただこれをよく片手でセーブしました山岸です。セットプレーからこちらもチャンスを迎えました FC 東京 U23。 コーナーキックに続きます。品田の右足、高いボールファーサイドヘディング、ジャンプできずとも梶山が合わせましたが、このシュートは枠を捉えられませんでした。オーバーエージ枠で出場の梶山です。梶山は6月以降はトップチームでのスタメン出場は、今シーズンここまでありません。 J3 でのプレーは4月の2日、ホームでの鹿児島戦以来となります。今シーズン2試合目の梶山です。こちらもドイツの遠征メンバーのリストには入らずに、国内での調整を選びました。花井、スペースに流して水永がこのボールを追っていきます。水永、池本がここサポートに行く。内藤、池本、花井に預けてワンタッチ、右から井上、このボールがちょっと流れました。テンポを上げて自分たちのリズムでとハーフタイムに選手たちに声をかけた原田監督です。今はダイレクトプレーも交えながら、やはり中盤から前のプレイヤーはボールも持てますし、うまくスペースを使うことができる選手が揃っている北九州です。ボールが一旦キーパーの山岸まで戻ってきました。先ほどの FC 東京 U23 のセットプレーからのチャンスシーン、山岸のビッグセーブがありました。一方の中村忠監督 FC 東京 U23 はサイドから積極的に行こうというふうに攻撃面に関しては声をかけています。後半の立ち上がりから右サイドバックの岡庭を中心にその右サイドを使いながら、クロス何本か入っています。チャレンジ&カバーも続けていこうというふうに中村監督は話をしています。久保から品田ワンタッチ、小林寛、小林粘ってキープ、前を向いて久保、後ろから内藤のチェックでしたが、ここは左から草積、梶山、井上がチェックに行きました。今度は左のサイドバックの草積が高い位置を取りました。
スローン URL 草積は昨日、トップチーム登録されまして、この J デビュー戦という形になります。水永が倒れましたがノーホイッスル。品田が行きましたがここは蓋をしました浦田です。 FC 東京 U23 はベンチで2枚スタンバイしています。平川玲とリッピベローザです。今日はベンチメンバーはボールキーパーの高瀬、フィールドプレイヤーは内田拓也、それから平川玲、リッピベローザ、この3人だけです。どうやら勝山と米本を下げて、そして平川玲、それから新戦力のリッピベローゾを投入する構えのようです。 FC 東京 U23 通訳の飯野さんも交えまして、中村忠監督がリッピベローゾにも最後の投入前の指示を与えました。交代プレイヤーに握手を交わして、今平川、それからリッピベローゾがタッチライン際でスタンバイしています。さあピッチ内では右サイド岡にはボールを受けました。岡庭から中へ受けて米本、梶山です。梶山裏をついて米本出てきた原、この縦パスは飛び出してきて受けました。キーパーの山岸です。後半はまだなかなかボールに触れていない原です。キャプテンマークの梶山からの縦パス、これ笛が鳴って交代が認められます。交代ボード、やはり10番の梶山、代わってベローズが入ります。そして米本もベンチに下がります。平川玲が代わって入ります。オーバーエイジの2人、トップでの出場に向けてこの J3 リーグ7月22日のゲームで調整を行いました。トップチームはこのあと4日後にはルヴァンカップのプレーオフ広島戦を控えています。さらに週末にはリーグ戦も再開するという日程になりますが、米本と梶山はこの J3 リーグでの調整を行いました。ともに65分までのプレーという形になりました。さあ代わって入りましたベローゾが前線にポジションを取っています。少しまた交代後の FC 東京 U23 の立ち位置も確認したいと思いますが、ここは長谷川が蹴って、リッピベローゾ後ろからのチェックを受けました。ブラジルのパルメイラスから加わりました20歳のリッピベローゾです。その前もボタフォゴ、サントス、コリンチャンス、フラメンゴといった、ブラジルの名のあるクラブでプレーをしてきました20歳のアタッカーです。レフティーです。デビュー戦の鳥取戦で早速ゴールを決めていました。後半の最後9分間の出場でしたけれども、早速デビュー戦でゴールも決めているリッピ・ベローゾです。平川とそれから品田が中盤のセンターでバランスを取っています。そして受けた坂口、右センターバック長谷川にはボールを預けず、ここはちょっと引っ掛けられた品田、池本が行きます。池本溜めて後ろから井上、チャンス中3枚、ちょっとここは後ろからのプレッシャーを感じてセーフティーにゴールラインに切っていきました。中盤のセンターにポジションを移しました品田です。前半から後半の途中、先ほど交代カードが切られるまではサイドハーフでプレーをしていました。中盤のマルチロールの品田です。さあ北九州が久しぶりコーナーキックのチャンスシーンです。後半もだいたい半分ぐらいまで時計は進みましたが、加藤光健が審判と接触して痛んだシーンがありまして、少し長めに中断がありました。 FC 東京 U23 にしてみればこのディフェンスは非常に注意が必要です。井上の右足低いボール、後ろからシュートだ、キーパー、最後は川島の左足、キーパー広瀬が抑えました。川島も左足抑えの効いて枠を捉えたいいシュートでした。
リッピベローゾです。アウトにかけてサイドを変えました。岡庭、岡庭のクロス、原と小林間が入っていましたがここには合いませんでした。最終ライン、岡庭、長谷川、坂口、そして左の草積み、これを変わらず中盤センターに先ほど入りました平川とそれから品田が中にポジションを移しました。2列目右に久保、左に小林間で、リッピベローゾと、まあ、原が、まあ、縦関係の2トップのような形、そんな風にポジションが少し移っています。今日がデビュー戦になりました。左のサイドバックでプレーをしている草積です。44番は韓国に移籍しました。阿部拓磨がつけていた数字。今日の味の素フィールド西ヶ丘は2122人の入場者数が発表されました。井上から中へ受けて川島、浮かせて井上、倒れてセットプレーに変わります。ペナルティースポットは指していませんでした。ボックスのわずかに外という判定です。ワンツーから抜けていこうとした、潜り込もうとした井上、後ろから押されて倒れました。ただこれは大谷慎はペナルティエリアの外という判定です。川島からもう一度ここ中に入っていった井上、ついていった草積み、倒れたポジションはまあかなり微妙でしたけれども、ペナルティエリアのわずかに外という判定です。70分を手元の時計で回りました。北九州のセットプレーでまたチャンスのシーンを迎えました。つけて6枚、間に北九州のプレイヤーが水永含めて2人、その横に平川で7人立たせている広末です。かなり近い距離からのセットプレーになりますが、花井と井上が見ています。さらに浦田もボールサイドに立っています。花井の右足ポスト、シュートだ。狙いすました花井の右足は左のポストを直撃。最後は内藤が詰めましたが、ここも枠を捉えられず、北九州がまた決定機を迎えました。水永と川島をこの壁の間に立たせていましたが、その水永がどいたところにうまく通していきました花井ですが、左のポストを直撃。セカンドボール詰めに来た内藤もここは枠に飛ばせませんでした。前半9分に今シーズン自身4点目先制ゴールを決めている花井でしたが、フリーキックからの追加点はならず。 FC 東京はここは助かりました。 FC 東京 U23 左サイドから入れ替わろうとした草積みです。対応した井上、水永へ、蹴り返したボールはもう一度取り返して FC 東京 U23 品田、久保です。オーバーラップは岡庭、久保がヒールで預けて品田から縦、長谷川、水永との空中での競り合いです。左サイドバック草積、途中投入の平川、坂口、草積です。ここは福森の対応、オーバーエイジの2人、梶山、それから米本がベンチに下がって FC 東京 U23 が中盤でどうこの辺りを組み立てるかです。まあ、ちなみに梶山が巻いていたキャプテンマークはフィールドプレーヤーを経由してゴールキーパーの広末に託されました。
今シーズン5試合目の出場になりますキーパーの広末です。入れ替った、ここは対応した品田です。川島取り返して品田から中へ平川、縦に出します。リッピベローゾ、ワンタッチパスはつながらず。 FC 東京 U23 残っているフィールドプレイヤーベンチは内田1枚だけ。北九州はディフェンスプレイヤーの加藤に代わって西島が入りました。その他にフィールドプレイヤーは石上、神崎、中原、そしてストライカーの平井翔輝と小松瑠衣が今日はベンチに控えています。手元の時計では後半30分です。北九州から今交代カードがまた1枚渡されました。そして平井翔輝が出てきました。原田監督はアタッカーを投入します。もう1点取ってさらに自分たちに有利な展開に持ち込みたい北九州、そんな思いが透けて見えるこの交代カードです。交代はどうやら、前線で体を張り続けてきました水永に代わってということになりそうです。タイプの違うストライカーをピッチに送り込みます。北九州の原田監督、坂口からサイドを変えます。岡庭、若干ですがボールが長くなりました。このタイミングで北九州は2枚目の交代カードです。交代ボードには9番の数字、後期は得点を伸ばしたいというふうに、個人としても話をしている水永なんですが、この試合でも点は取れませんでした。ただ前線で精力的に攻守にわたって体をやはり張り続けました。その水永が下がって平井翔輝がピッチに送り込まれました。平井も2010年にはガンバ大阪時代 J1 でシーズン2桁14ゴールをマークしたストライカーです。ファン、サポーターが期待するのはもちろん、その当時のこの得点感覚、これが戻ってくることです。平井翔輝は前々節5対1で勝ちました盛岡戦以来となります。2試合ぶり、今シーズン8試合目の出場となります。途中投入は今シーズン6試合目となりました。花井から縦、平井が拾います。平井が丁寧に福森に預けてゴール前にポジションを取り直す。福森縦に仕掛けて入れてきた。ワンタッチはありません。ゴールキックに変わります。今この川島が中盤の左サイド、そして右サイドに井上です。前線は池本と、そして先ほど入りました平井の2トップに変わりました。こちらの平井です。ガンバのユース出身です。ガンバから福岡、そして今シーズンから北九州でプレーをします。トネ、井上から、ちょっとここは中に合いませんでした。こうして見てみますと J1、J2 含めて本当に経験の豊富なタレントが揃っている北九州です。 J3 の中ではやはり、前期8位に余りましたけれども、このポジションにいてはいけないと見る向きがやはり多いようです。裏へ平井、チャンス、平井、いやサイドからは川島、平井はここは一旦止まって起点になります。下げて福森へサポート、花井、もう一度花井が受けます。福森へ池本、ゴール前にはゆっくり平井が1枚、花井には小林寛のチェック、チャレンジ&カバーを続けます。 FC 東京 U23 最後尾に下げて、加藤貢献の負傷で後半の途中から投入された西島はキーパーに下げました。山岸から縦パス、受けた川島、戸根です。やはりディフェンスライン存在感があります。川島の左足からオーバーラップの浦田へ、このパスは流れました。左サイドハーフにポジションを移しています久保のスローイン。岡には
長谷川です。引いてもらいに来ました。平川から左、草積、小林寛が走っていますが中へ、リッピベローゾセカンドボール、リッピベローゾうまい、右足でのクロス、相手との駆け引きをしながら右サイドスッと顔を出しました。リッピベローゾ、他には引いてきた平井のチェックです。スローイン前 FC 東京 U23 ボール、ワンタッチツータッチでボールを動かします。テンポを出していこうと、まあ、ハーフタイムには声をかけていました原田監督。福森スペースに流れて井上、中2枚チャンス、ラストタッチは井上です。ゴールキックに変わります。しっかりついていきました32番の坂口、センターバックもサイドバックもできるプレイヤーです。さあしかしなかなか点が取れないまま後半、手元の時計では80分までやってきました。 FC 東京 U23 です。両チームセカンドハーフは点が取れていません。川島から平井、相手のクリア、セカンドボール拾って池本、サポートには川島が来ます。さらに浦田も高い位置、池本はワンタッチでその浦田へ、ここは久保のディフェンス。1対1でも試合を重ねるごとにこうして攻守でたくましさを増してきている久保です。リッピベローゾ前を向いてボールを受けて、後ろから草積のサポート、左のスペースに顔を出すような動きをしながらポジショニングをしている小林寛、草積預けて左に顔を出した平川レイン、平川福森のファールを取りました。後ろから掴んでしまったというファールです。前半からお伝えしていますが、福森はこの FC 東京の育成組織出身です。ただトップには上がれずに金谷体育大学を経て北九州に加わりました。23歳、まあ、フルス対戦とは言っても一緒にやっていたプレイヤーはいないので、まあ、ただの対戦相手という意識でこの一戦には臨みますという話をしている福森です。ご覧の位置からのセットプレー、 FC 東京 U23 キッカーは品田です。7人がペナルティーエリアの中に入っています。 FC 東京 U23 北九州はこの後選手交代がありそうです。柔らかいボール、キーパーパッチングで距離を出したボールですが、もう一度平川セカンドボールを拾って、岡庭ミドルシュート、思い切って狙っていきました岡庭です。少し相手のプレッシャーが緩んだところで思い切って狙っていきました岡庭、4試合ぶりの出場、思い切って右足を振り抜きました。九州3枚目は神崎がスタンバイしています。裏へ内藤、出てきたキーパー広末、井上に代わって神崎という3枚目の交代カードのようです。神崎はこれで4試合連続の途中投入となります。リードを保ち続けながら、ただ願わくば追加点で勝ち点3をぐっと引き寄せたい北九州。 FC 東京 U23 はなんとも1点が遠い後半です。しかし絶対に勝ち点3を取りに行こうと中村忠監督は選手に声をかけています。近いところでパス交換、平川がまた左サイドに顔を出しました。草積から中、リッピベローズ低いボール中に入れてきた、
決定機でした。最後は原、低いボールを入れてきて相手のディフェンスナインの裏、飛び込んだ原が触りましたが枠には流し込めず、ここでゴールキックになりますが、このタイミングで3枚目の交代カード、ピラバンツ北九州です。精力的に中盤で走り続けましたこの井上に代わって神崎が入ります。これで交代カードを使い切りました北九州です。後半の立ち上がりに加藤光健が負傷したことを受けまして、少し長めの後半の追加タイムも予想されますが、手元の時計で後半40分になったところで原田監督は3枚目の交代カードを切りました。神崎はそのまま中盤の右サイドに入っています。 4-4-2 の布陣は崩さず、右に神崎、左に川島です。そして池本と平井の2トップ、岡庭から縦、リッピベローザが追っていきますが、西島ここはセーフティーにタッチに逃れました。1ヶ月半ぶりの実戦の西島です。リッピベローゾ、左から草積、右足クロス、骨のクリア、品田から平川ワンタッチ、神崎が大きく蹴り上げました。バウンドボール、原187センチ、原のファールを取りました。ももの右もも横側から当たられて少し痛がっているのが利根です。しっかり時計は止めているというジェスチャーを大谷主審が繰り返しています。には入ってこなくても大丈夫というジェスチャーをキーパーの山岸は送りました。骨も立ち上がっています。点が惜しい FC 東京、前節の鳥取戦は、チーム初のこの J3 リーグ6得点の対象でしたが、そこまでの4勝はいずれも宇野ゼロ、1対0での4勝でした。なかなか点が取れないのが今シーズン悩みの FC 東京です。前期最後のゲームでの6得点対象を後期につなげたいところではあるんですが、この試合ホームゲーム1点が遠い展開。さあそして FC 東京も3枚目の交代カードをスタンバイしています。内田がスタンバイ、どうやら久保に代わって内田が投入される模様です。その久保、リッピベローゾ浮かせたボール、原はここ裏に抜け出すのをやめました。リッピベローゾは、前節は、9分間の出場時間で1ゴールをマークしました。大変デビュー戦で結果を残せて嬉しいと。で今週のこの試合に向けてのトレーニングも、メンタル面も含めて非常にいい準備ができたということを言っています。あるいはスタメン予想もあったリッピベローズでしたが、後半途中からの投入になりました。そして3枚目の交代カード、内田がスタンバイしています。裏へチャンス、花井流してシュートだー、流し込んだ池本、大きな追加点、北九州88分。花井からのパス、池本冷静にキーパーの体勢、そしてポジショニングを見ていました。ワンタッチで逆をついて、心にくいばかりの落ち着きで右のサイドネットを揺らしました。花井から池本、完全に逆をつかりました広末です。このバウンドボール、花井が拾って、そして溜めてから池本へ。
池本今シーズン11点目。そして今の得点後のタイミングで久保建英に代わって内田が入りました。これで両チーム交代カードを使い切りましたが、北九州には大きな大きな追加点が入りました。池本の今シーズン11点目。キーパーからのロングフィード、原が行く、出てきたキーパー山岸、セカンドボール小林寛が拾いに行きます。スローインから平川がボールを受けました。平川、小林寛とのワンツーでした。そして左から草積のクロス、原の頭の上、ちょっとこのボールは長くなりました。代わって空いた内田はそのまま久保が、立っていました中盤の右サイドにポジションを取っています。内田も一旦は田辺壮太に代わってドイツ遠征のメンバーに、名前が加えられたんですけれども、結局は国内で、この試合はベンチでスタートという形になりました。点差が2点に広がって苦しくなりました FC 東京 U23 です。さあ内田が拾ってそのままドリブル仕掛けていきます。前期もホームでの8試合のうち2試合しかここホームでは勝利を挙げられなかった FC 東京 U23 です。今手元の時計でアディショナルタイムに入りました。加藤光健が交代の前傷んだシーンもありまして、ちょっと長めの中断がありましたので追加タイムは7分です。後半アディショナルタイム7分の表示。なんとかこの長めのアディショナルタイム、早い時間に1点を返したい FC 東京です。苦手のアウェー、そして J2 復帰に向けて巻き返しの後半戦スタート、ギラバンツ北九州、ここは無失点で勝ち切りたい。後半の長い長いアディショナルタイム7分です。池本が体を張りましたが取り返して品田、草積に預けます。ちなみに、ゴールの池本ですけれども、4試合連続ゴールが前節の琉球戦でストップしました。ですが2試合ぶり、また今シーズン11点目。後期も得点を量産していくんでしょうか。頼れるストライカー、そしてキャプテンです。リッピベローゾボールロストですが、セカンドボールちゃんと拾っていました。品田から縦、品田もう一度縦をつけます。原フリックチャンス、小林寛が顔を出しましたが、ここはスライディング、しっかりとシュートコースに入っていました曽根です。今はただ原がフリックして、いい形でゴール前、小林寛の走り込みを引き出しました。ただ曽根も集中しています。最後のところでしっかり足を出してきました。ヘディング、1点返した FC 東京 U23。 さあ1点返しました。最後は長谷川のヘッド。で見ますと肩あたりに当たったようにも見えます。今日センターバックを務めている長谷川です。長谷川はこれが J 初ゴールとなります。さあ追加タイムに入ってから FC 東京 U23 追撃弾が出ました。まだ追加タイム時間は残されています。ここからの巻き返しで勝ち点を奪うことができるか FC 東京 U23、 逃げ切って勝ち点3を手にできるか北九州です。両指揮官テクニカルエリアいっぱいに出て戦況を見つめています。品田裏へ、原を走らせましたが、ここは西島の対応。西島は長いボールを蹴って池本を走らせます。坂口セカンド拾って、神崎、花井ワンタッチ裏へ、神崎一呼吸割ってオフサイドフラッグが上がりました。1点勝負になりました。追加タイムは3分を回っています。
原。なんとかマイボールつなげたい FC 東京 U23 ですが、ここは北九州、北九州ボールのスローインです。後期は我々の目標 J2 復帰に向けてしっかりと結果を残していかなければならないという話をしている原田監督です。打つ手は打ちました。トネリッピベローゾです。縦をついた、内田には合いません。中長距離のパスをこうして蹴り返しながら少し押し上げる北九州です。内田、他には中へ、品田ワンタッチ、浦田が蹴り返します。レフティーの浦田ですが、もう右足で蹴り返してタッチを割りました。追撃団の長谷川、スローインから広瀬、大きなフィード、原が行きます。福森、ここも蹴り返す。追加タイム5分台に入りました。花井が行く、品田、小林寛、内田です。流れたボール、山岸、内田倒れて、 FC 東京サポーターは PK をアピールしますが笛はなりません。加速してボックス内入っていきました内田。山岸と微妙なタイミングでの接触でしたけれども笛は鳴りませんでした。今の接触があって山岸がまだ起き上がれません。ご覧の通り膝をついています。まだちょっとプレーが止まっています。北九州ボールのスローインです。ゲーム再開、また少し追加タイムが伸びることも予想されます。リッピベローゾ、リッピベローゾ、足元があります。内田、スローイン FC 東京 U23、 原なんとか追いつきたい FC 東京 U23、 逃げ切れるか北九州。リッピベローゾ加入2試合目、ちょっと体勢難しいところもありましたけれども、あるいはシュートかクロスかというボールでした。花井も浮かせたボール、川島が行きます。川島、川島が体を預けながらですが取り返した内田、ここはつなぎます。戻してキーパー広瀬、そしてここでタイムアップのホイッスル、長い笛が鳴って後半戦初戦、 J2 復帰を目指すギラマンツー北九州、勝ち点3、苦手のアウェーでの白星発進となりました。タレント集団の FC 東京 U23 を向こうに回して2対1逃げ切りましたギラマンツー北九州です。これは大きな巻き返しに向けての勝ち点3スタートとなりました。今シーズンの J3 リーグ折り返しを迎えての後半戦初戦です。花井の前半戦の得点、そして後半にはエース池本が追加点を決めて、アディショナルタイムに1点差に詰め寄られましたが、ご覧の通り1対2、しっかり逃げ取って何よりも大切な勝ち点3を掴み取りましたギラバンツ北九州です。強い気持ち、勝ち点3に向けて FC 東京有